はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。はい、今日は東京 MER について、5分ほど、感想など言っていきたいと思います。はい、東京 MER 走る緊急救命室、ね、主役は、鈴木亮平さんですよ。前回はね漫画家だったんですけども、今回は医者。すごい。いやもうね、初めの何分間かでもうかなり引き込まれますね。ああいう人いいよね。的確にこう指示を出し、的確に動くっていうね。理想ですね。自分もああなりたい。ああいう医者に自分はなりたいと思いますね。で、その東京 MER っていうね、組織を潰したい人たちが周りにいっぱいいるみたいな感じでしたね。かなりなんかそういうところは無理があるなって思ってしまうぐらい素晴らしい人たちがね集まってる組織ですからね。で、出演者は、賀来賢人さん出てますよ。賀来賢人さんもなんかこう最初はこう厳しい感じだけど、あれ最後の方にこう仲良くなる姿がもう浮かんじゃいますね。そして小手伸也さん出てましたね。今回いい役で出てますね。やっとですね、こういう役やりたかったと思うんですよね。いいですね。で、なんて言ったって女性陣がすごいよね。中条あやみさんにね、七尾さんに、そして石田ゆり子さんですよ。これもうすごすぎんじゃないですかね。で、あとね、アイドリングだった人もいる感じですね。いや、そして鶴見慎吾さんね、もうすごい。もうあと橋本聡さんも出てんな。橋本聡さん車椅子だったように見えるからなんかあるんでしょうね。あと仲里依紗さんですよ。なんか予想だと仲里依紗さんと鈴木亮平さんが俺は夫婦だったと思うんですが、皆さんどうでしょうか。これね、そんな感じしませんか、なんとなく。まあ俺の予想は外れることが多いからあれですけど、なんかそんな雰囲気あったな。 あと佐藤しおりさんも出てますよ。鈴木亮平さんの妹役。いやーもうすごいね、佐藤しおりさん、七尾さん、中条あやみさんってみんなめっちゃ背高いんじゃないのこれね。すっごいモデル軍団みたいなこうドラマになってますね。いや、あとそうだ、要潤さんも出てますね。いやーなんかこうこれはもうね、もう熱くていいですね。もうなんとなく昔の映画のあのアルマゲドンを見てるかのような感動的な、ドラマですよ、これは。これはもう僕はハマりましたね。これはもう毎回気持ちよく見させていただきます。いや、でもね、鈴木亮平さんすごいな、もう何から何まで。なんか無駄がないよね。いや、これもいい役で。ね、いいんじゃないですかこれ。嬉しいというか、いいね。なんか役者さんたちがこう嬉しそうなのを私は感じるんですが、皆さんどうでしょうか。それでは次回も楽しみです。はい、で私 D のんちザワイズは7月の16日金曜日にバンド形式のライブがありますんで、皆さんチェックしてみてください。あ、チェックしてみてください。チェックじゃないや、有料観客、あ、配信、有料配信ライブとなってますんで、まだチケット発売されてないんですが、もうすぐしたら発売になるんで、ぜひその日開けといてください。お願いします。そろそろどうなっちゃうんだろうか。オリンピックもねやるみたいですしね。その頃はどうなってんだろうな。ね、そうだ、先日そのギターのチャムスのギターケースをもらったって言ったんです。今度このそれに
ついてきたのかな、わかんないけど、これもいただいたんです。チャムスのこのキャップ、うん、つけるやつでいただきました。なんかかわいい、こんな感じで。チャムスね、本当もともとも好きなんで嬉しいなと思っております。はい、そんな感じで、皆さんも毎日を楽しんでいたらいいなと思っております。はい、それでは7月の第2週目も楽しんでいきましょう。それではまた。